本で学ぶ戦国時代、織田信孝編。昔より、主を討つ身の野間なれば、報いを待てや、橋場筑前。その昔、討つ身の野間で、主君の誅殺事件が起きたように、お前にも報いが起きることになるのだ。その時を待っていろ、橋場秀吉よ。信長の三男、織田信孝。信長の死後に行われた清洲会議では、信長の孫の後見役を任されましたが、主導権を握り、天下人のような行動を取る秀吉に、不満を抱いていたと言われています。その後、秀吉との対立は決定的となり、漁場を攻め落とされ、自害してその生涯に幕を下ろしました。信孝の自世の句は、秀吉への激しい怒りが現れている一句です。本来なら、自分の手が後を継ぐ可能性もあったのですから、信孝の怒りも至極もっとも、といったところでしょうか。